FM ギネオンのラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。はい、この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいがなかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわすためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。はい、健太さんの広く浅い知識と夏実の、まあ、無知、その場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までよろしくお願いいたします。はい、今週も始まりましたメンヘラジオですけれども、はい、今言えたって言ったけど、さっきメンヘラのためのラジオ番組でございますって言ってたよちょっとね、なんかあの最後ね、うん、義務教育で習わなかったみたいな。どういうことなんか分からんけど滑っちゃう、うん、まあいいですけれども、はい、で僕たちあのツイッターの方も解説しておりまして、はいはい、番組ツイッターの方がメンヘラジオ、@fmginowan、こちらで検索していただくと、はい、たどり着けると思います。はい、ほんで、フォローの方もしていただければ。そしてですね、あの、うん、ハッシュタグメンヘラジオで、うん、メッセージ、疑問とか、うん、番組の感想とツイートしていただければ、こちらの方拾って、番組内で紹介して行きたいとも考えてますので、はい、はい、皆さんでいろいろメンヘラメンヘラしましょう。はい、DM の方もどしどし、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたしますね。はい、では本日収録日がですね、10月4日、うん、となっておりまして、うん、この放送が、10月の17日になるかな、第3回目の放送が、うん、3回目、うん、結構秋はするんだけれども、うん、でちょうど昨日ね、昨日初回の放送が無事、はい、されまして、うん、夫婦でね、夜遅くまで起きて聞いたんですけども、うん、夏実さんいかがでしたか、初回の放送は。はい、その聞く前にちょっとねありましたね。お、ちょっと聞く前にありましたね。何？ね、確かあれは6時頃。はい。はい。なんかじゃあ夜中聞こうねって二人で言って、うんうんうん、そうだねっつって、ちょっと買い物行ってくるって健太さんが、うん、ちょっと買い物行ってくるじゃんって着替え出したんですね。はい、始まるよ。あ、はい。はい、では30分どうぞよろしくお願いいたします。はい。夏実さんちゃんと時間見てます？夏実さんちゃんと時間見てないかも。ちょっと見てなかった。はい、時間を押して喋ろうとしてました、ね。あ、すいませんすいません。昨日何があったんですか？昨日だから買い物に行くって夕方の6時ぐらいに言いまして、健太さんが。そうね。うん、そう、そしたらなんか3時間くらい帰ってこないんですよ、近くのスーパー。そうね、歩いて5分ぐらいのスーパー、ね、そう3時間ぐらい帰ってこなくて、あら、これはまさかと思って、うん、まさかのギャンブル依存症発動したかと思って、ドゥルンドゥルンドゥルンエンジン全開ヒューって吸い込まれちゃったかなと思って。どうだったんですか？いやね、普段ね、うん、僕お札はね夏実さんに預けてね、うん、僕はギャンブル依存症なんで、うん、小銭だけを持って、基本的には行動してるんですけれども、うん、昨日はねたまたま僕の財布の中に結構なお札が入ってたんで、うん、ついねついね呼んでたんだよね、パチコは。パチコとスロミが、パチコとスロミが呼んでたんでね、はい、つい行っちゃったか、ちょっと誘惑に、はい、負けてしまいまして反省しております。大丈夫ですよ。はい、ちょっと落ち込み気味の健太でお送りしていきますというところで、はい、はい、ではもうね、気分を切り替えて本日の
コーナーやっていきましょう。はい、メンヘラトーク。はい、はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。はい、メッセージもどしどしお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。かっこいいな。まあ早速ですが、本日のテーマ、眠れない夜何してる？はい、でね、僕たちね、精神疾患を抱えている夫婦なんですけれども、うん、基本的にね、僕ら以外の、まあ、病気、精神病院に通ってる方も、うん、みんなね、概ねそうだと思うんですけれども、うん、処方されるお薬の中に、睡眠導入剤、眠剤の方が入ってて、うん、寝る前に皆さんそちらを飲んでから就寝すると思うんですけれども、うん、寝つきを良くするお薬みたいなのね、たまにね、うん、眠剤を飲んでも、うん、あれ、なかなか今日眠れねえぞみたいなね、うんうんうん、夜があるかと思うんですよね、うんうん、でそんな時にね、眠るために何か工夫してることがあるのか、うんうん、何をしてちょっと過ごしているのか、そうそうそう、眠れないからもういっそ開き直って朝まで起きてやるかみたいなさ、うんうん、人もいるかもしれない、いるかもしれないね、うん、どういった、眠れない夜の過ごし方をされているのかっていうところで、ツイッター等で募集をかけましたところ、うん、今週もメッセージの方をいくつかいただいておりますので、ご紹介させていただきます。はい、はい、では夏美さんお願いします。はい、わかりました。ではラジオネームあこうさん、はい、とラジオネームるいこさん、はい、音楽を聴いてるそうです。あ、音楽を聴いてるというお便りが3つありました。へえ、うん、でアコーさんの方はですね、うんうんうん、音楽をね、一曲の音楽をエンドレスリピート派だそうです。ああ、自分の好きな曲を延々と流し続けて、うんうん、はい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 、これね、夏美さんもそうなんだよね。そうそうそう、ね、私もそうなので、ね、そうそうそう、好きな曲をずっと流し続ける、うん、夜あんまりでも聴かないけどね、眠る時基本的になんか静かなのがいいっていう感じだけど、うん、うん、エンドレスリピート派か。僕はね、音楽眠れない夜聴くんですけどね、僕も、うん、僕はランダム再生派です。ランダム再生派、うんうんうん、面白いけどね、ランダム再生もね、同じ曲ずっと聴けないのよね。ああ、うん、歌手アーティストのアルバムとかあるさ、うん、それもね、同じ歌手の曲、うん、もう聴き続けられないの。続けられない。1枚じゃ聴けないってこと？だからアルバムってさ、うん、全部が全部好きな曲ってなかなかないじゃん、うん、相当なファンでない限り、うん、そうだね、アルバムに収録されてる何曲かが好きみたいなさ、うんうんうん、だからその何曲かを抽出というかさ、うん、まあ、録音して、うん、それをランダム再生で聴くみたいなさ、うんうん、そういうやり方で聴いてて、うん、でもね、これちょっと結構ダメな点もあってね、うん、どこがですか？ランダム再生の中のリストがあるんだけど、スマホに入ってる、うん、その中でもまあまあ好きみたいな、スマホに入ってるからみんな好きなんだけど、うん、好きな曲なんだけど、まあまあ好き、そこそこ好き、めっちゃ好きみたいなさ、うん、なんか分類があって自分の中でね、そうそうそう、あるわけね。でまあまあ好きな曲が流れてたら、うん、あ、まあふんふんふんって聞きながら、あ、ちょっと眠れそうだなって、うんうん、ちょっとなんか落ち着いていくんだけど、うん、それが終わった後にめっちゃ好きが流れてくる時あるんだよ、うん、そうなったらちょっとわあめっちゃ好きって言ってからまたちょっと目が覚める瞬間があったりするからさちょっと結構モロハの剣というか、そうだね、そうそうそう、音楽聴いてる人は結構いるかもね。そうそう、じゃあでこちらにも音楽を聴いてるという方からのメッセージ届いております、うん、あ、どうぞ。はい、ラジオネーム漆黒の溝に刹那として返り咲くのは、虚構に潜む自我の崩壊並びに暴走を阻害するため、ゆえに暁さんよりです。暁さん長いもうあえて全部言うよ、暁さんは、暁さん一回は言うよ。ありがとうございます、はい、初回に続き、あ、初回というか第2回に続き、うん、メッセージありがとうございます。では暁さん、眠れない夜はあえてウォークマンで
メタル調の音楽を爆音で聴いたりしています、うん、意外と大音量の中にいると眠くなるんです。ただ耳に悪いのでおすすめはできません。かっこ笑いとのことです。爆音ね、爆音。俺はやっぱ音楽聴くときはやっぱ眠るときはちっちゃくしてるかな、うんうんうん、日中は爆音で聴きたい派で。あ、そうだよね、うん、そうだよね、基本的には、うん、聞きたい派だよね、うん、夏美さんがね、でもうるさい音とか苦手だから、ちょっとね、あの耳とかね、うん、過敏になっちゃう、感覚過敏なところあるからね。から比較的音は音量は小さめにしてるけど、一人でいるときはね、うん、結構爆音で聞いたりする俺も。そうなんだ。日中はね、うんうん、眠るときはでもさすがにやっぱりちょっと抑えめかな、うん、うんうんうん、なるほど。はい、で、ハトさんからもメッセージの方をいただいております。はい、翌日予定が入っていたら目をつぶって寝落ちするまでひたすら耐えます。お、翌日予定が入ってなかったら眠たくなるまでいろんな動画を見ます。よく見る動画は雑学系の動画です。うん、雑学系、うん、なんか賢そうだね、頭良さそう。でも雑学系ね、やっぱり知識になるからね、うん、そうそう、自分の引き出しが増えていくからさ、うん、いいと思う、うん、そういうの。それになんかちょっと難しかったりするかもしれないから眠りやすいかもしれないね、うんうん、もしかしたらなんか好きな動画とか見てたらやっぱりさ、うん、起きがちじゃん、うん、あえて興味のない動画というかさ、なんか自分がちょっとこれ難しそうだなって思う動画を見ながらっていうのも、うん、眠るためにはいいかもしれないね、うんうん、そうだね、うん、ハトさんは多分あれなんやろ、ん、あの好きで本当に見てるんだろうね、うんうんうん、ね、予定が入ってない時に、うん、雑学系いろんな動画見るって言ってたからね、うん、なんかやっぱ好きな動画はやっぱ予定が入ってない時って決めてるんだろうね、うんうん、ただ寝落ちするまで、予定が入ってたら寝落ちするまでひたすら耐えるってこれ眠れるんかな眠れてない時の方が多いんじゃないかな、もしかして、うん、結局。はい、ではこちらまた連絡来ております。メッセージね、はい、ラジオネーム夢をつかぽんさん、はい、はい、自分は眠れない時ひたすら読書、うん、ひたすらドキュメンタリー番組、うん、教育系 YouTube を閲覧して過ごします、うん、とにかくインプットしまくり、うん、デザイン覚醒、フィロソフィー、かっこ哲学覚醒と呼んでいます、うん、朝までアカデミックナイトだそうですかっこいいな、最後クイッて上がったここちょっとアレンジしたけどね夢をつかぽんさんはね、私たちお友達でね、うん、そうね、うん、メンヘラフレンズですね、メンヘラフレンズです、はい、だから知ってるんですけど、うんうんうん、彼は、自分でね、デザイン事務所立ち上げて、うん、デザイナーとし て, として、はい、お仕事されてまして、うん、そのうち呼んじゃおっかって思ってるんだけど ね、うん、で多分ね、デザイン覚醒っていうのはやっぱり夜中にいろんなアイデアが浮かんできて、うん、そう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 だと思う、うんうん、もう書かずにはいられないみたいなさ、うん、いい案がブワーって出てきて仕事に繋がってるんじゃないかな。そうかもしれないね。うん。うん、ね、うん、じゃあ次私いいですか。あ、お願いします。ラジオネーム佐藤さん。はい。私はあまり YouTube 見ないけど、中山きんに君の切り抜き動画は見てしまう。はいはいはい。きんに君の動画は平和で誰も傷つかないと思うのですっていうことです。切り抜きじゃなくて公式見立ってよと思うけどね切り抜きがきっと面白いんだろうね、面白いとこばっかりあるから、うん、そうね、切り抜きは面白いとこ、まあ切り抜きっていうぐらいだから、うん、そこを凝縮されてた動画になってるはずだからそうね、きんに君はね、そうね、面白いよね、うん、私チーズかけるの見ちゃうよいつもいやーってやつねそうどう分かってるんだけど見ちゃう、うん、誰も止められないってやつね、あれそう、うん、あ、もう本当皆さんお便りありがとうございますありがとうございます。筋肉の動画で言うとね、俺ダイエット、うん、去年の10月ぐらいかなしてた時に、うん、いろんな筋トレ動画だったり、うん、見てた時におすすめで上がってきて見たことあるんだけど、すごく、うん、いい動画やってるよ、
うんうん、お笑いはちょっと少なめかもしれないけど筋肉枠で頑張ってますね、筋肉んじゃ。そうそうそう、でいろんな方とコラボされたりしてね、うんうん、すごくなんていうのかな、楽しそうにやってる、うん、で確か吉本はね退所されて、うん、今多分その YouTube の方に力入れてやってるのかなっていう印象を受けてるんだけど、うんうん、なんか大会とかにも出たりしてるんだろうね。あ、ボディービルの大会たびたび出てるよ、アメリカまで行って。あ、すごいね、うん、すごい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 、筋肉皆さんおすすめです、うん、お前知らんだろ、うん、お前も筋トレそうだ筋トレする頑張る、うん、では、ここからは、うん、楽曲紹介の方していきたいと思うんですけれども、はい、1週間おきにね、夏美さんと僕、夏美さんと僕で交互に紹介していくって予定だったんですけれども、はい、この今日のテーマ「眠れない夜何してる？」っていうテーマを思い浮かんだ時に、うん、ほぼ同時ぐらいに、あ、この曲紹介できたらなって思う曲があったので、うん、僕が今週もちょっと紹介させていただけたらなっていうところで、はい、はい、タイトル、曲ですか、はい、エメさんで、はい、ちょっと1週目初回と同じ歌詞になっちゃうんですけど、はい、エメさんで六等星の夜マジックブルーバージョン、こちらをちょっと紹介させていただけたらなと思います。はい、はい、とりあえず聞いていただきましょう。エメさんで六等星の夜マジックブルーバージョン。はい、うーん、 YouTube をご覧の皆さんはちょっと、うん、はい、著作権引っかかるんで聞けないかもしれないですけど、夏美の生歌で我慢してくださいもしかしたらね YouTube 上にこの歌も上がってるかもしれないんで、うん、ぜひ六等星の夜、うん、マジックブルーバージョン聴いていただければ、うん、うん、すごくいいね。2番の歌詞がね、うん、それこそ眠れない夜はから確か始まったはず、うんうん、ああ、なるほど、それでなんかピンときたというか、うん、みんなに聞かせたいと。そうそうそう、まあ知ってる人もいるかもしれないけど、うん、僕の好きな曲でもあるんで、うん、はい、流せたらなってところで今流れてます。流れてます、はい、まあ YouTube をご覧の皆さんは夏美の生歌で我慢してください歌うの歌わないどっちやねこれね、俺カラオケで歌ったりもするんだよね。あ、カラオケで。そう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 、カラオケいいよね。好きすぎて、カラオケ好きすぎて、あ、違う違う違う、この歌が好きすぎて、この歌が好きすぎて私カラオケ好きだな、私だ。カラオケ好きすぎるのは夏美さん。そうですそうですカラオケからのカラオケはしごとかいいね。そうそうそう、この前行ったね、あるからね楽しいよねカラオケ、うん、なんかさ、うん、なんだっけ、カラオケでさ、はいはいはい、夜さ、うんうんうん、カラオケ行きたいんだけど、はい、眠れない夜、それこそよ、うんうんうん、カラオケ行きたいんだけど、うん、でも夜って料金高くなるじゃんカラオケ。あ、ちょっとね、うん、ちょっとあれ嫌よね。いや、まあでもだいたいねカラオケってなんていうの、はしごというか、うん、するあれにあるからね、居酒屋の後に行くみたいな、二次会、稼ぎ時なんだろうね、うん、はい、まあいろいろあるんでしょ。はい、行きます。はい、はい、エメで、六等星の夜マジックブルーバージョンを聴いていただきましたけど、はい、しっとりしてていい曲だね、うん、なんか落ち着くね。こちらは、2017年、はい、5年前に発売されたエメさんの13枚目のシングルに収録された楽曲で、うん、デビューシングル六等星の夜のセルフカバー曲となっております。はい、なんでセルフカバーしたかというと、うん、この曲マジックブルーバージョン、コニカミノルタ、プラネタリウム、うん、天空イン東京スカイツリータウンのリニューアルテーマソングとして使用されておりました、うんうんうん、はい、すごくいい曲だと思います。うん、で俺これをね当時ね、うん、何かしらのアニメをね BS11、うん、BS でアニメ見て、新アニメ見てたんだけど、うん、その CM 中にね
それこそこのプラネタリウムやりますよみたいな、うんうん、リニューアルしましたよっていう CM で、うん、あのこの曲も一緒に流れてて、うん、ああめっちゃいい曲好きってなってから、ね、あもう一目惚れぐらい、そう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 、それでなんかいまだに、うん、あのスマホに入れて聴いてるって感じかな、うんうんうん、うん、いいね、うん、いい曲ってずっと聴きたいよね、持ち歩いてね、そう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 、それを聴、いて楽しんでおるっていう感じかな、うん、うん、まあまた来週、テーマに沿った曲になるかは分からんけどね、うん、基本的には単純におすすめしたい曲をそうね、また紹介させていただければなっていう思っておりますので、うん、来週はどうします、夏美さん行くかね、なんか紹介します、うん、行くかね、なんか考え、エメさん、またエメ違う、エメさんはさ残響参加みたいな激しい曲もさかっこいいんだけど、うん、これしっとりも可愛い、しっとりも良くて、いいでもいいんだよとにかく、あ、まあできればエメさん以外で何か考えていただけると助かります、うん、はい、はい、では、楽曲紹介のコーナーでした。はい、エンディングです。はーい、はい、またしっかり、ジングルの入れるタイミングというか、うん、音楽のね、鳴るところ、うん、がミキサーにあるんだけど、うん、あげ忘れてたよねこれはね、あのしょうがない、やること多い、いやいやいや、まあいずれ慣れていくと思うんで、慣れていく、しばらく多めに見て、多めに見てやってください、はい、では本日の収録いかがでしたか。本日の収録はね、まあ頑張りましたよ。そうね。うん。撮り直しに撮り直しを重ねて3回目ですこれ。ね、まあ時間がオーバーしたりね。うん、それこそさっきみたいになんか音楽入れるタイミング間違えた、間違えたみたいなのが、ああもう一回ってやう感じでね。そう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 。まあ撮り直しができるっていうのが収録にいいところっていうところで、ね。いいところだね。そうだね。うん、うん、私たち今日頑張ったよね、ピンクパワーで。そうね。まあ、ラジオをお聞きの皆さん分からんかもしれないけど、もうなんていうのかな、お揃いみたいなピンクの色の洋服着て今日は収録しております。頑張ってます。はい、では来週 の、 トークテーマ、うん、発表します。はい、来週のトークテーマが止められない私の衝動性をというところで、私の衝動性か、止められない、うん、そう、俺もそうなんだけどね、うん、衝動的にやっぱりパチンコ昨日も行っちゃったけどさ、うん、行っちゃって、まあ、結果後悔してまた帰ってくるわけなんだけど、うん、そうやってなんか衝動的にダメだと思っててもやっちゃうみたいなことが、うん、こういった精神疾患を持ってる人って結構多いんじゃないかっていう俺の勝手なさ、うん、想像だけど、想像だったり決めつけなのかもしれないけど、うん、衝動的にやっちゃうことをなんかあるかなっていうところで皆さんにお聞きしたいな、うん、うん、くだらない話でもいいんだよ。そうそうそう、私の一個言っていい？あ、いいよ。ね、年にね、あ、2年に1回ぐらいね、すっごく梅干しを食べたくなる時があるの、うん、梅干しを食べて、うん、その衝動よ、梅干しをそれで食べて、うんうん、ほんと一箱ちょっと食べちゃう時があるのよ、うんうんうん、で喉乾くから水が欲しいけどお腹いっぱい、うん、でも梅干しがまた欲しい、うん、水が飲んでお腹いっぱい、うん、っていうのを繰り返して苦しいってなる日があるんですよ。これなんかこれ衝動性とはまた違う別の病気じゃないかな。なんか俺が思ってる衝動性と違うんだよ。違った。ああ、なんか例で言うと衝動的に、うん、最近こういったものを買っちゃいましたみたいなさ。ああ、なるほど、そっちか。 なっちゃんで言うとやっぱり衝動的にさ、なんか嫌なことがあった時にすぐなんか腕切っちゃいたくなるみたいなさ、うんうん、なんだ切っちゃう、切っちゃうで、みたいな、お薬をたくさんに飲んじゃうとかさ。ダメですよダメですよ。夏美さんは特別な訓練を受けてるから大丈夫。夏美さんだから大丈夫みたいなまあでもそういったね、なんか衝動的にしちゃうこと、怒りのままに何か壊しちゃいましたとかさ、うんうん、
なんかそういうので話せる範囲でも構わないんで、全然構わないので、うん、話せない範囲でもいいよ。うん、いいよいいよ、全然広い、このラジオ何でも OK だから、うん、うん、ピーとか入れるのかな入るのかな、わからないわかんないけどね、うん、まあとりあえず来週もお付き合いよろしくお願いしますというところで、はい、私のは衝動性じゃなかったようで、はい、まあそれでは今週のメンヘラ城はここいらでお開き、今日も元気に病気中、中村夏実と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、以上です。以上です。じゃあまたね。またね。